東京ヴェルディユースの菅島宏樹です。日曜日の試合では、僕は攻撃の選手なので、攻撃の時にたくさんボールに絡んで点を決めてチームの優勝に貢献できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。東京ヴェルディユースの畑中慎之介です。自分は守備なんで自分の持ち味を出し切って広島の攻撃をゼロに抑えたいです。応援よろしくお願いします。広島に勝って絶対日本一になります。16日のチャンピオンシップぜひ応援に来てください。